待って待って、三人でなんて絶対おかしいです。なんでこんなことに。昼間は嫌？嘘つき。一年前、この国一魔力が強ければ初恋のユオ王子と結婚できると聞いて魔力を磨いて頑張った。知っての通り、この国で最も魔力の強い者と王族が契りを交わして強い血を生んでいる。相手は我が息子の王子アームとユオ、二人の相手を頼む。双子が相手なんて聞いてない。